お気に入りのマグカップの話、お気に入りのマグカップの話、私コーヒーとか紅茶とかお茶とかね結構飲みますので、マグカップをねよく買うんです。よく買うとまあ人並みだけどね、 2、3個か3、4個ぐらい常に家にありますね。まあ、割れたりしたら捨てるんだけども、壊れない限りは一応持っているというね、はい、そういう感じですね。まあ、マグカップなんてね、そんな簡単に割れたりしないし、5年でも10年でも割れなきゃ使うわけだからね。でその中でもお気に入りのものみたいな、そういうのが出てくるわけですね。逆に言うとお気に入りないマグカップも割れなければ持ってるわけね。でね、今ね一番使ってるマグカップはですね、かなり大きめの、どっしりとしたマグカップで、柄もですねなんか羊の変な絵が描いてあるような、そういうマグカップですね。それが一番お気に入り。がっしりしていて入る容量が大きいというマグカップ、まあ基本的な形のマグですね。それが一番使ってますかね。それからね、まあ大体それに限定してるんだけども、いつもサブとして、サブっていうのは何かっていうと、もうねそのサブの熊のね絵が描いてあるサブのマグカップはね、ちょっと容量が少ない、ちょっと容量が小ぶりなんだね。ただ形はベーシックな形してますけども、一番お気に入りの羊のやつよりは少し一回り小さいんですね。だから一回り小さいんでお茶があんまり入らないんで、大きいのに買い替えたというね、そういう経緯もあったんだけど、まあとにかく、まあ二軍ですよね。二軍、1軍が羊のでかいやつだとすると、2軍がね熊の描いてある、緩い絵が描いてある熊の小さめのマグカップ、これもね10年以上前から持ってますね、割れないんで。でね、これもね形が気に入っていて、ただ大きさにちょっと難があるなと、ちょっと小さめだなと、大量にねコーヒーとかを作るときはあんまり、ダメだなと。でもね、このね、2軍のマグカップはね、それなりに用途があるというか、例えばね、机の上にポンと置いておくとですね、余ったお茶とかをここに入れたりとかしてますね。ちょっと水気のあるものとか、こうパーティー入れたりとかして。で、あとで室に行くとか。それからね、ドリッパーってあるね、コーヒーのドリッパー、上にかぶせてペーパーを引いてね、粉をドリップするようなドリッパー、あれ置き場所に困るんですよ。下がこう漏れちゃうからね。だから何かの上に置かなきゃいけないんだけども、ドリップした後に、一軍のマグカップでドリップするとその上に置きっぱなしだと飲めないからね。だから二軍のマグカップを机の上に出しておいて、そこにちょんと置くと、つまり、ドリッパー置きとしてね使うわけ。これマグカップなんでドリッパーが残りがね水滴が滴っても別にいいわけですよね、もともとコップだから。はい、まあドリッパーのホールドというかね、置く場所として、使っていますね。これはなかなか便利。まあほとんどねこういう使い方しないけども、例えばお茶をねものすごくいっぱい入れた時はその2軍も出してきて、そこにも継ぐと2杯ついてしまうということもできるけど、まあやりませんけどね。はい、そしてね3軍も退役した退役軍人ですけども、3軍のね、マグカップはこれはねちょっと背が高いマグカップ、細身で背が高いマグカップで、なんかこう柄が入ってる、チェックの柄みたいなのが入ってる、チェック柄のね背の高いマグカップはありまして、これはね容量はそこそこあります。ただ背が高くて安定性が悪いんですね。背が高くて底の部分ね、底の部分が面積が少ないので、こうコンと押したら倒れてしまいそうな感じがあります。実際ね、なんか腕とか当てて倒したわけじゃないんだけども、背が高くてこの尻すぼみというか、底がこうキュッと締まってるので安定性が悪いような印象を持つんだね。
だからお茶とか入れてこぼしてしまうとことだから気をつけて扱ってました。これが3軍、もうこれもね10年選手ですけども、やっぱこれは安定性が悪く見えると、ちょっと不安になると、気使うからこう、まあ、1、2年使って、もう3軍に回したと。これはね基本的には机の上には出してませんね。もう棚のとこに入れて予備の予備みたいな、そういう感じ。うん、例えばねマグカップが割れてしまって何もない時にこれを出してきて使うとか、そういう用途でしかも考えてませんけども、だこの3つかな主に。家の中探したらまだね使用してないルーキーのマグカップとかあるけども、まあとにかく現在ねチームに所属してるのはこの3個だけ。もう一回繰り返すと、一軍のバリバリ一軍の大型選手、羊のマークアップ、それからベテラン勢だけど体が小さい、熊のマークアップ、それから背は高いんだけどねちょっと安定性に欠けるようなそういうチェック柄のマークアップ、これ3軍ねという構成になってます。